さあ今月も静岡親子劇場の事務所にやってきていますということで、高橋さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあそして今日はもう一人。はいはい、はい、佐藤です。よろしくお願いします。はい、助っ人です。はい、助っ人、はい、なんかいいですね、あのこのところ人が多い、はい、事務所嬉しいな。なんかあの夏でもちょっと寒かったみたいな感じの雰囲気あったじゃないですか。誰もいないみたいな。そうそう、シーンってね。電話だけが鳴り響いた。そう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 。で電話ね取ったりもしましたっけね。そうですね。はい、ということで、はい、まあ、あのこの静岡親子劇場もう何回目ですかね。結構もう何年かやってますもんね。はい、うん、静岡親子劇場の番組に出てくれてるっていうので、はい、1年半ぐらいですかね。その前から、あ、私はだ、そうそう、私は1年半ですけど、うん、その前は何年、3年ぐらい。そうですね、もう4年とか5年とか。すごいです ね、でもまあそれ以上にこの静岡親子劇場の歴史も長いですからね、はい、そうですね、はい、ちょっと静岡親子劇場説明してください。はい、はい、静岡親子劇場は静岡で40年以上続いている舞台鑑賞等を通じた子育ての非営利団体です。はい、会費を出し合い、年齢に合った作品を年に4本鑑賞しています。子育て学習会やワークショップ、スキーとかスケート、キャンプ等の活動も行っています。はい、はい、ということでね、本当にこういろんな活動を通してなんか親子の絆っていうのがより深まるというね、はいはい、そういう団体でもあるんですけれども、ね、はい、もうあっという間に師走になりますよ。ですね、うん、はい、なんかもう師走ですけど、なんかもうあと1ヶ月ぐらいで1年終わりますけど、なんか、うん、何やり残したこととかないですか。なんかやり残したこととか。やり残したことたくさんありすぎるね。そうだね。何なんだろう。何から言ったらいい。いや、とりあえずあの霊感の説明したいな。なんだあのアドリブあかんじゃないですか。いやいやいや、いっぱい伝えなきゃいけないことあるからね。そうか、じゃあということで、じゃあ例会パパッとやってちょっとアドリブも含めていただきたいなと思うんですけど、はい、今月どんな話をしてくれるんですかね。はい、いよいよもう間近なんですけども、はい、12月の1日日曜日に、クワイパペットステージ&羊のカンパニー合同作品として見ててもいい、うん、という、対象が、3歳から小学校3年生のお子さん向けの、はい、これは人形劇ですね、はい、があります、場所は静岡市民文化会館の3階 A 展示室です。開演時間が11時で、上演時間が1時間の作品を、やります。これ先月かなり説明してるんですけど、はいはい、かなりってほどでもなかったんで、え、そうですか、もう一回ちょっと言ってもらいたいな。そうですかね、はい、私これ見てきたんですけど、はい、かわいいですよ、とっても、はいはい、うさぎとキツネが出てきます、うん、はいはい、でちょっとキツネは、うん、ちょっと意地悪というか、はい、ちょっとこうハスに構えたキツネちゃんがいて、そうだよ、その時にあれですよね、高橋さんはキツネかウサギかどっちかねみたいな話、ウサギです。そうでしたっけ。かわいいウサギです。なるほど、そういえば思い出しました。そんな話したした。はい、そうで、ウサギちゃんがそのキツネ君を見ててもいいって言って、はい、うん、こういつもこう影から見てるという、はい、はい、です。でもなかなかそのキツネ君もなんか徐々に心も開いてくるみたいなね、はい、そうなんですよね、うん、いい子なんですよね、本当はね、キツネ君がなんでそうかっていうのがね、理由があるんですけど、うん、それを見てのお楽しみということで、はい、非常にこうたくさんの動物も出てくるのでね、そういう中で、はい、こういろんな私はどのキャラクターになるのかなっていうのを考えてもいいかもしれないですね。そうですね、うん、そういうのも楽しいと思います。はい、はい、12月の1日日曜日、はい、静岡市民文化会館3階の A 展示室で開演が11時からとなります。はい、はいはいはい、で12月はもう一つありまして、キツネ弁当というなんか、はい、とても不思議な、なんかキツネキツネと並びますね。そうなんです、キツネなんですよね。これは、総合工芸芸術家だるま森プラスエリコっていう方たちがやってくださいまして、はい、うん、対象は小学生なんですよね、はい、はい、で一応キツネ弁当なんですが、音曲人形芝居ってなってまして、はい、芝居なんですか人形なんでしょうか。人形、佐藤さんは大好きで追っかけをしてるんですよね。はい、はい、とても素敵な人たちで、はい、ご夫婦でしてるんですけれども、うん、あの
おかえりみたいな、会うと毎度とかそういうこう、はい、いつもあ何迎えてくれる、普段ね、うん、初めて会ったじゃないような感じでいるので、そこが好きです。そういうなんか家族みたいなあったかさが、そうですね、うん、で子供もなんとなくこのワールドにいつの間にかハマってしまって、はい、巻き込まれていました、うん、はい。ちなみにこの音曲人形芝居キツネ弁当、はい、うん、これどんな内容なんですか？そうなんですよね、うん、私あの見てね、一応あのこのだるま森さんからのを見ると、はい、小ぎつねのなんかがお弁当を売っていて、うん、っていうなんかあれですよね。あ、これだとあれかな、いわゆるそれがキツネ弁当っていうものなんですね。うん、それを売っている、うん、はい、なんですよね。はっきりよくわからないんですよね、はい、不思議な舞台なので、うん、はい、はっきりこうですというのはないのですね。なるほど。ということはみんな、皆さんがこう見に行ってもらっていろんな感想を持ってもらえるっていう、そんな、そうです、ね、おお、まあ何か狐っていうとこうね、ちょっとこう化かすとか、うん、こうなんだろう、そのイメージはあるんですけど、なんかそういう空間がそういう風な、みんながなんかいろんな空間にこう連れて行かれるみたいな、なんか感じになるのかな。そうなんですよ、以前ね、はい、これじゃなくて楽器屋さんっていうのを私は見たことあるんですけども、はい、なんていうのかな、カラフルで、このポスターを見ていただいても、はい、ね、矢内さん分かるじゃないですか、うん、すっごいね、こう全部このだるま森さんが、はい、作ってらっしゃるんですけど、はいはい、すごくカラフルで、うん、ちょっとこう見せ物をやって、昔今ってあんま見かけることないですけど、そうですね、うん、ね、お祭りとか行くとあるじゃないですか、うん、ちょっとああいう雰囲気のちょっと不思議な、うん、ちょっと怪しいような、不思議な怪しい、そうそうそう、うん、そういう感じのステージ、はい、になっていて、うん、もう口ではとても想像できない感じなんですけど、ほう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 、でも全部楽器とかも全部手作りで、うん、その時は楽器の演奏をやりながら、うん、こう自分も登場しながらストーリーになっているんだけど、なんかちょっと不思議な、うん、なんともね表現しがたいんですよね、なかなかね、はい、見れないというかないというか、はい、はい、なるほど。なんかそう話を聞くと、その不思議さっていうのがどれぐらい不思議で面白い、なんかその自分の今まで想像の中になかったものが見れるのかっていうので、ちょっと見てみたいなっていう気持ちになりますね。で、だるま森さんはね、絵本もいっぱい書かれてて、うん、鈴木浩二さんの賞をいただいたりしてるんですよね。そうなんですか、はい、はい、これもう かなりそちらでは有名な方みたいな、だるま森さんっていう名前でもそこもだるま森さんだと思います。はい、なんかこちらね、写真とかね、うんうん、見させていただいても、うん、この方ですね、はい、この方です。なんだろう、だるま森さんってぴったりな、なんか雰囲気もしますよね。うん、普段からこういうちょっと衣装も派手な雰囲気でいらっしゃるんですかね。衣装ですか。衣装は超派手ですよ。普段着はさすがに、うん、普段着はここまではじゃないんですけど、うんうん、面白いですよ、なんか舞台の時はもう派手派手、まあ、これ地味じゃないですか、うん、地味な方、うん、これね、うん、新聞紙で作ってあるんですよね。あ、そうなんですか、その衣装。そう、へえ、なんか平安時代のなんかね、ちょっとマロ的なものなのかなみたいな、うん、思ったら、え、これ全身新聞紙で、ね、あ、そうなんですか。自分もアートしてるんですよ。へえ、すごい。そうだからね、お口で説明しろっていうのが難しくて、うん、なんとも、まあ来ていただいて見て感じていただくってね、はい、うん、多分脱皮をするんです、はい、やる前に。え、キツネ弁当、そこを見てほしい。キツネ弁当、そう、だるま森さん常に脱皮をしますので、はいはい、へー、すごい食いつきましたね今、うん、脱皮を見たい人はぜひ、うん、まずは、知らなかっただ。でも楽器もすごい癒されるとか、以前の見た人たちの中の感想ですごく心が和らいだ、うん、この見た感じからだとほら和らぐとかっていうのが、うん、分かんないのかね、原色が多いのであれだけど、はい、音はすごい素敵なんです。なるほどなるほど、うん、なのでそちらの、うん、音に興味のある方のおすすめ、はい、さあ、そしてこれがいつでしたっけ。はい、ですね、はい、
12月の、14日との土曜日と15日の日曜日と2公演ありまして、はいはい、14日の土曜日の方は、18時半からですね、うん、で15日の日曜日は10時半からの、はい、開演になります、はい、で60分の作品ですね、はいはい、で対象が、小学生ですで場所が静岡市中央福祉センターの大会議室になります、うん、中央福祉センター、はい、はい、大会議室、中央福祉センターです、はい、はい、ぜひぜひこちらの方も行っていただきたいなと思いますし、これ詳しいことは静岡横劇場に問い合わせていただければいいんですもんね、はい、はい、お願いします。さあそして今日、はい、ですね、うん、親子劇場はさ先ほど親子劇場の説明でも言ったように、はい、スキーとかスケートとか、うんもあるんですね、はい、で夏はキャンプなんですけど冬はまずスケートがありまして、はいはい、親子で行くスケートなんですけども、こちらが、まあ、会員さんしか行けないんですけどもね、1月の11日来年ですね、はい、の土曜日と12日の日曜日の1泊2日で、静岡県静岡県立朝霧野外活動センターというところで、はい、はい、やります。楽しいです。あのインストラクターさんもついてくださって、うん、そうなんですね。そうだから初めてでも必ず滑れるようになる、うんうん、でファミリーで行けるんで、はいはい、すごく楽しいですよ。いろんなファミリーの方、はい、今回じゃあ冬はその、うん、はい、スケートと、うん、あとスキーは、うん、これ春になるんですけども、3月の21日から、3泊4日、はい、で、新潟県の国立妙高青少年自然の家に行きます、うん、毎年まあ恒例なんですけどね、はい、こちらも、はい、これも会員じゃないといけないんですけど、小学校4年生以上ですね、はいはい、これも家族で、これは小学校4年生以上の子供とスタッフで行きます、うん、あ、そうなんですね、はい、ちょっとじゃあ冒険心も子供の ね、 そ う、 ですね、そういうところも養えるのかな、うん、みたいなところがありますね、はい、で2日間もうみっちりと滑るので、はい、じゃあもう全く滑れない方が、うん、ね、3日後こう帰ってきたら、うん、ちょっとお父さんお母さんたちもあれなんかできる子になって帰ってきたよみたいな顔色が違うかもしれないですね。ある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 って感じですね。本当そうなんですね、本当にか。じゃあそういう部分でいろいろこう静岡親子劇場興味ある方、はい、連絡はどうしたらいいでしょうか。はい、お問い合わせは静岡親子劇場までお願いします。電話番号は 054-245-7543 です。事務所の開局日は、月曜、水曜、金曜の、はい、10時から17時までです。で、詳しいことはホームページの方に載っていますので、そちらをご覧ください。静岡親子劇場で検索できます。はい、で、Facebook もやっていますので、ぜひそちらもご覧になってください。はい。はい、ということで、今日佐藤さんどうでした？なんかちょっと隅っこの方で指人形、こうね。これも作られたんですね。はい、これはこの子と一緒に11月の17日にみんなで作りました、はい、え、お稲荷さんもその時に作られたんですか？え、その日に作ったものを持ってきたわけではないのですが、そう、こういうものを作って、うん、で、きつね弁当にと見ててもいいに、はい、備えるというか楽しみにしている、うん、そんな活動もするんだよ ね、うん、ね、そう、いろいろとやってます。はい、はい、ぜひぜひ静岡親子劇場、問い合わせていただきたいと思いますし、はい、まあ、本当に検索してもらえればね、ネットの方でも詳しい情報を見れると思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで今日は静岡親子劇場事務所にやってきまして、高橋さん、そして佐藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。